ちゃん。こんにちは。こんにちは。営業部の小野です。小入です。はい、今日はどんな車を紹介してくれるんでしょうか。今日は、ボクシーの内装を、見てもらおうと思います。お、内装のカスタムですか。はい。じゃあ実際に見せてください。じゃーん。お、なんか棚みたいなものがございますね。そうですね。こちらの車は、はい、プライベートでも使っていただけるように、プライベートで使っていただくときは広々、はいはい、あとお仕事でもお客様の方で使われるということなので、はい、荷物が乗るように今回作らせていただきました。あ、じゃあ職人さんがファミリーでも使えるし仕事でも使える車の内装カスタムということですか。はい。じゃあ実際にどんな形にそれがなんか変化するんでしょうか。見せてください。はい。あ、車は3列シートの車なんですね。これは通常の状態です。はい。でここからセカンドシートも倒していきます。はい。お、フルフラットみたくするんですか。そうですね。次、セカンドシートにします。はい。あなたはザブングルですか。違います。あ、違いますか、はい、悔しくないですか。悔しくないです。あ、わかりました。お、何ですかそのロールは。こちらのロールは、ゴリコースのための、ロールになっておりまして、はい、レザー製でできております。はーい。お、なんかパタンってなるんですか。はい、ここ倒すことによって、継ぎ目をなくして、さらにフラットになるようになります。あー、その台とシートがフルフラットになるということですね。はい。お、なんかくるくるくると。そうですね、巻いてあるやつを広げていきます。それは何の素材なんですか。これはレザーになります。レザー、はい、なので、水とかも染みる状況です。お、結構重たいもの乗っけても大丈夫なんですか。そうですね、大丈夫ですね。はい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 、なるほど。これでじゃあシートと棚がフラットになって荷物が乗せられるということでいいんですか、細野部長。そうですね。あー、なるほど。どうしても荷物を乗せるときに気を使わなきゃいけないですよね。はい。これであれば雑に多少置いても大丈夫なんですよ。じゃあ棚は実際どうな感じで動くかやってみてください。はい。じゃあ下をちょっと畳んでみますね。はいはい。こんな感じで。ああ、なるほど。足が折れるんですね。はい。おお。で、全部が折れるとどうなるんですか。これが下にペタンと降りるので。ああ、なるほど。はい。それでラゲージも広く使えるということですね。そうです。なるほど。なんかドレスアップカーを作ってるイメージがありましたけど、はい、こういった実用性のカスタムもジェットスロックさんはやってもらえるんですか。そうですね。皆様それぞれご要望があると思いますので、すべてのご要望にお答えできるように頑張ってます。あ、ありがとうございます。じゃあ最後にザ・ブングルの加藤さんから悔しいですいただきます。3秒前、2、1、キュッ。悔しいです。